なんかいっぱいいるみたいですよ。いっぱいおっぱい。とにかく構えろ、油断するな。あれサバゲーやってる人たちかな。ゴーヘルゴー突き落としていこう。会社目標売店にゴー。じゃあ会社にゴー。八代、お、一郎さん。対策あるようなことを言ってたけど、本当に何か案があるの？ただの強がりじゃないですよね。まあ、あるにはある。一応保険として考えてたもんだけどな。どんなのか聞かせてよ。カダワシヌマだ。カダワシヌマに清掃に行く。あそこか。確か、人道機が現れたことで記憶にあるな。カダワシヌマ？そこって確か、散々な目にあったところですよね。そうですよね。人道機に襲われたとこか。丸飲みにしてくるからね、普通に。何それ知らない。キリクおらんかったっけ、その時って。ああ、キリクちゃんは入社前でしたね。ぬかるみだらけで大変でしたよ。もうキリクにとっては嫌だみたいな感じの情報出てきてますけどね。絶対行きたくない。ですよね。でもあそこ、前も亡者なんていなかったでしょ。と、みんなが考えるだろ。そういうところが狙い目だったりするんだよ。本気で言ってる。それでさ、結局おらんかって元も子もねえやないかみたいな感じでみんなから非難を浴びる感じですかね。そうだったらええのになとか。ほら、足場も悪いからそんなところに大舞台を投入もしないだろうなって。歯切れが悪いね。うるさいな。とにかくあそこは道も悪いからな。それ用の道具なんかを揃えに来たってわけだ。まあ八代が言うなら聞いてあげるけど、あんま乗り気しないな。今の感じからしたらバールが売られとるっていう展開かな。私もあそこはいい思い出だ。このタイミングで売店に来たってはそういうことなんだろうか。いや、これはもう決めたことだ。一ノ瀬は他のものを揃えてきてくれ。はいはい、行くよ、ともちん。はい、お手伝いしますね。さて、次は、荒稼ぎ。バールがあるか、バール。やっぱバール目当てなんじゃ。人が死んだからいちいち呼ぶな。バールどこだよって言ってんだ。こっちは客だぞ。バールは需要尽きねえから飛ぶように売れんだよ。いつもあるとは限らねえの。そこらに並んでなかったら品切れだ。やっぱバールって大切なんやな。あるのかな。まあ、とりあえずコーラ買います。スポドリ買います。スポドリ買います。ガモ放題って何？あ、役職アイテムなんじゃ。テクニック上げるアイテムは俺はいいかなって。あー、そして、戦争アイテムはいる。戦争不能を回復するアイテムはいる。そして、あー、ただ、黄色もある。何これ何これ。これ買えばええんかな。道明道突破用、茶色いやつを。ああ、これはいるだろう。これ買っとくべきなんじゃん。これでいいのか。よーし、いろいろ買ったし、これで準備万端だな。本当に大丈夫かな。なんかもう不安しかないんですが。あんまり不安に感じるなよ、たまり。あそこはどこ行っても足元悪いからね。いつものパフォーマンスが出せるかな。大丈夫だって。今回は沼の方じゃなくて、その走りある森がメインだ。まあ、あのぬかるみの中じゃないならいいです。それじゃあ、とりあえず、会社に戻るか。やっぱキリクはちょっと難色を示してるような顔になってるね。どうした、キリク？バカバカしい。なんだって？おい、聞き捨てならないな。切り替えのある相手が欲しくてここにいるってのに。なんかもうしらけちゃった。さっき沼の端の森の方って言ったでしょ。あんなとこ亡者もゴミもいないよ。何もない場所で怯えながら小銭探すみたいな仕事に付き合いたくない。え、離脱？だったらどうするって言うんだよ。どうもしないよ。じゃあね。なんだよあいつ。たまにルパン一味もそういう時あるよね。この仕事俺は降りるとか言うてさ、次元や五右衛門が抜けていくパターンありますよね。
そんな感じの展開になってしまった。じゃあねってどうするつもりなんでしょう。まさか辞めちゃうとか。もともとは流れていたようなもんだったけど、抜けられたら戦力が厳しくなるね。一ノ瀬さん、残酷なことを言っていいかい。あいつレギュラーじゃないから。ふーん、ほっとけあんなやつ。そろそろ戻るぞ。おっと、お誰かと思えば八代様じゃん。誰誰っていうかさ、モブはどれも同じような顔に見えてくるけん。おったなと思うけど、どの時のやつやなのかって思われたらさ、全然わからん。次の作業のための、あー、なんかこの人は見たことある気がする。なんか前の動画でさ、あんまりこう、なんか農家のおっさんみたいな感じで突っ込んだ気がする、こいつと。なんだよ、お前ら。何か用か。いや、特に何もねえよ。優先権持ってて左内輪の八代様よ。そんな、うまくもねえ、景気だよ。言ってろ。もしかして、そこのじゅうちゃんが噂の猛者社員かい？え？私、噂になってるんですか？どうだい、大具は。やっぱ発球で空気使われてるのかな。そんなことないです。今はちゃんと同じ待遇で起きる。今はって言っちゃったからだ。おい、トモリ、相手にしなくていい。すまんね、急いでんだわ。じゃあな。言ったか。ああ、しかし本当に連れてるとはな。なあいつんとこみたいに小賢しく立ち回ろうって話だよ。実際俺の連れの会社はそれでうまく回り始めたって言ってたしな。マジかよ。俺んとこもやってみるわ。他の連中にも伝えとくか。いいぜ、こういうのは助け合いだからな。ほんと、猛者の社員会がトレンドになり始めてきとるかも。よっしゃ、大手が何だってんだ。今に見とけよ。地獄に落とされるだけじゃなくて、そういう働くっていう新しい待遇が見つかるってことを考えたら、猛者にとってはもしかしたら革命的かもしれんな。わからんけど、他にアイテムを買うもんがあるかといえば、こちらの方は、ないね。オッケー。とりあえず必要なアイテムは手に入ったということで、いうわけになりますが。じゃあ行くか。片足沼。ってことは、これまで行けんかったところに行ってみろっていうことですよね。なんか強い敵出てくるんかな。HP のやつ使っとくか。別ルートを考えなあかんわけやっけん。下の方を攻めていったら、あれどうなんだろう。どっち側におるんかな。あ、びっくりマーク来たで。とりあえずまずは今、あー、道あっき道ここにあるんじゃ。わかりやすいところにあってくれて助かるな。こっちの道あっき道の方に行けってことだろ、どう考えても。森とはいえ、足元はやっぱ悪いですね。それでもまあ、沼地よりかは100倍マシだ。先に進むぞ。しかし、この先は倒木や瓦礫が多い。進むのは容易ではなさそうだぞ。ああ、そのためにクロバールを買ってきたんだよ。こいつなら、いろんな用途にぴったりだ。まあ、これならなんとかなるか。もっと斧とかの方が良かったんじゃね。物騒なもん言うなよ。それも考えたが、あっちの方がかさばるし重いんだ。探索には不向きってことか。まあ結構歩くしな。とりあえずその道具の出番が来たみたいだけど、土砂が崩れて道が完全に塞がってる。よーし、適当に片付けていくぞ。メズ、お前も手伝ってくれ。了解しました。手早く片付けましょう。おっしゃ、俺もやってやんぜ。すごい鈍い音聞こえるね。なりましたね。土砂崩れ。ここ斜面なんですか？ああ、片足沼は山に囲まれてるからな。へえ、そうだったんですか。さて、行き場を塞がれたってことは、ここから先は前人未到のフロンティアってわけだ。確かにこう考えたら宝の山が あってもおかしくないなっていう期待値は上がる。同業他社もいないから存分に探索していけるぞ。でも、それって猛者も入り込めてないんじゃない？
そうかも。不安になるな、お前。自分で言っとったよ、お前。そうやな。てめえで考えた作戦ならもっと自信持ちやがれ。ふっ、言われればでもね、これがダメだった時の別案を考えてるだけだ。始める前から失敗のことを考えるのは良くないぞ。敗者の発想は分かってるけど、よし、それじゃあそろそろ行くか。どうしたの、ともち。いえ、結局キリクさん来なかったなって。まあ、いないのはしょうがないって。私たちも行きましょう。そうですね、わかりました。ちょっと長めの離脱がありそうな感じがするね。じゃあ道なき道、そうじゃ、そんな感じですごい固まっとったんやけど、それはようやく行けるようになったというわけですな。こっからはほんまに未開の地なんでね。まずはアイテムを回収だ。あ、イベントあるで。この敵倒さなあかんだな。多分ここは他の片足、これまでの片足シーンのマットは違って戦闘力高いやつらが出てくるんじゃないかなと思っとんで、ちょっと強めの攻撃を与えてみましょう。どどん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 、やっぱ強いな、やっぱ硬いな。で、言うほど価格もなかったかなみたいな感じやな。全体攻撃まぶしたら。さあ、そしてイベント、これ坂が急になってませんか。道なき道になってきたんだけど、道っていうか坂になっとんか、上り坂になっとんやな。行けるとこまでだ。あたりに亡者の姿はありませんね。化け物はいくつか見つけて処理はしましたが、やっぱりこっちは失敗だったのか。そもそもこちらの山に入ろうなんて考えるやから、この地獄にはいないからな。亡者の発想を考えれば、亡者の発想を考えれば行き着くはずの発想だったはずない。それを見越しての案だったんだが、亡者も全然いないとは。とにかくもっと進んでみるぞ。ゴミか野生動物ばかりか。さっきは不法投棄の廃材なんかがありましたよ。いつのか全然わかんないですけど、っていうかところどころにロープがあるんですけど、あれ何なんですか。それはでね、ガンダムホイトレディーゴーのやつじゃねえかな。あ、地球の周りでブイン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 ってなんかリングみたいになんかロープつながる、ビームのロープつながるでしょ、ガンダム、 G ガンダム。ああ、あのロープは、あれは蝶が立ち入り禁止区域にしてる目印。ちょっとやつしろ、こんなとこまで入り込んでどうするつもり。蝶、そんなもん関係ねえ。そんなもんより目の前の仕事だ、仕事。そうそう、蝶が言い出した参考のせいでこんなことになってんだ。それはそうなんだけど、でも禁止にしてるってことは危険だからでしょ。やつしろ、もしかしてまたやけになってない。そんなことはない、俺は至って冷静、冷静だ。ほら、もっと先に進んでみるぞ。ちょっとは休憩もください。さて、どうなることやら。道なき道がね、上の方に繋がっとるけん、こっち行ってみようかなと思うんですが、アイテム、わあ、中断に良さそうなアイテム見つけてしまったんやけど。失敗だかな、失敗だかもしれない。あ、なんだ、イベントじゃ。敵かと思ったが、イベントが入りました。これもう道じゃなくて急斜面って言うんですよ。そんなに登り坂なんじゃ。登山しようんでないか、おいら。なんか登山しに来てみたい感じやとるな。危なかった、助かったぞ、ネズ。どういたしまして。くそ、ここにも嫌がらねえ。ちょっと、さすがに行き過ぎよ、行き過ぎ。こんなとこに亡者がいるわけないでしょ。いるかもしれないだろ、遠くから迷い込んできたやつとかが。そんなのいないって。
やけになってるの？俺はやけになんかなってない。まあ落ち着かれよお二方。主殿、もう夜も遅くなってきた。足場も悪いし戻るのにも時間がかかろう。確かにそうだな。山道は下りの方が危ないって言うしな。戻るのも一苦労ですけどね。これくそ、修学だしか。けどまあ仕方ない、みんなそろそろ戻ろう。あや、なんかやばいことになってますね。収穫なしっていうか、むしろマイナスな展開になりそうな感じになりますね、これ。ん？なんだ今の音？結構近い。なんかの動物？なんかいっぱいいるみたいですよ。いっぱいおっぱい？とにかく構えろ、油断するな。あれ、サバゲーやってる人たちかな。あー、ここ人も誰も来ないからサバゲーにぴったりじゃんみたいな感じで選んだかな。なげな、人？王者じゃない。いえ、あれはなんだ。お前たちはどこから来た？銃？なんでそんなもの持ってる人がこんなとこに。え、本物の銃だ。くそ、とりあえずやっちまうぞ。やっちまうの。銃持ってる人相手にですか。詰め込み言うな。行くぞ。マジでもの銃なんじゃ。いやははははは。そんなんと戦うときあるんじゃ。社長指示。これね、全体バフでね、全員の攻撃力 30% アップするというこういう技を覚えたんでね、これ全体こう、ほんまに兵隊みたいなやつが、なんかバイオハザードで出てくるような感じのやつがほんまに出てきてしもった。これ思いっきりボコボコにするぞお前。ほんまにライフル乱射してきようけんな。けどちゃんとダメージ、あ、グレネードとか持ってきよう。デバフかけてきた。暴力ダウンか。はいはいはい。だがな、もう遅いんだよ。フルボコにしてやるぞお前。こうしてみんな HP は大丈夫そうかな。もう一段ぐらい持たせれるぐらいの感じの HP はあるだろう。よっしゃい。オッケー。いや、まさかさ、軍隊出てくるとは甘かったやくせつ。そういうゲームちゃうやろって思いやくな。なんとか倒せたけど、こいつら一体。わからねえ。立ち入り禁止で区域だし、長の職員じゃないのか。こんな部署聞いたことないわよ。兵隊さんみたいですね。絶対長とは関係ないでしょこれ。兵隊？地獄にそんなのがいるなんて聞いたことねえぞ。地獄ではジュースら珍しい。それゆえに手合わせで頼むよ。ちょっと喜んでんじゃねえよ。やつしろ。やばい、これはなんかやばい気がするぞ。おい震えてんじゃねえか、やつしろ。なんか陰謀にちょっと手突っ込んでしまったかな。いや、お前もわかるだろこの違和感。なんだんだこの連中。あんまりここにいるのも良くなさそうだね。そうだ、ここに留まってるのもまずいぞ。確かにこやつらの仲間が近くにいるやも。まずい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 。全員今すぐ撤退だ。なるべく音を立てずに急いでだ。そんな無茶苦茶な。無茶でもいいからやるんだよ。さっさと逃げるぞ。さすがにあの吉野でもちょっと危機感を感じているな。撤収撤収。でもガチモンの軍隊の兵隊とか出てくるかもけんな。禁止区域にしとるのはそれ相応の理由があってみたいな感じになってますけどね。わあ、トラップある。やっちゃいましょう。やってみせるよマフティ。ここまでボコボコにせんでも倒せそうな気がするラインナップだけど。でトラップがかかって、あー、攻撃 30% ダウンはちょっと痛いな。でもとにかく逃げて逃げて逃げまくるだけやけんな。
何もないことを祈ろう。そんなに戦闘力高くないな、この辺のゴミたちは。あーなんだ、ゴールでないか。大丈夫大丈夫、やばい、見てもやばいもん見てしまったけど、大丈夫だ、もう大丈夫だ、もう大丈夫なまま、いい、会社帰ろう。そしてこちらは一人離脱してしまったキリクなんですけど、このタイミングでここをキリクのパートが出てくるってことは、なんかキリクを身近で見つけちゃうみたいな、なんかまずいものを見つけちゃうみたいな感じの展開がちょっと予想されますが、どうでしょう。つまらないと言って出てきたはいいけど、特に行く当てなんてものもなかった。前みたいに気ままに人を切り刻む生活に戻ってもよかったけど、よくねえよ何さらっとやべえこと言ってんだお前は。そっちももう飽きてきちゃったしな。戦いは秋田の王さじゃないよお前、ボトムズのオープニング曲じゃないよ。だから少しでも刺激がありそうなあそこにいたのに買い出しで見慣れてしまった商店街を歩いていると、歩いている人たちの声が耳に入ってくる。おい聞いたか、あいつ野菜に行くんだってよ。マジかよ、野菜って言ったらあれだろう、町が管理してる農園とか工場がある。そうそう、何でもひどい待遇で地獄送りの亡者と変わらんらしい。行きたかねえな、なんでまたそんなとこに。あくせく考えて働くのが疲れたってよ。野菜ならやることやってりゃいいだけだしな。そっか、なんか不景気だもんな。清掃請負をやってるあいつも台所苦しいって言ってなかったっけ。あいつはなんかうまいやり方見つけたみたいだぜ。うん、こっから挽回してやるって鼻息荒かったけど。はあ、どんな話か一回聞いてみたいね。なあ、さっきの店のチューハイくっそ薄かったな。完全に水でかさ増ししてやがる。あれなんかこの人たちさ、レジ食いで見たことあるんやけどさ、本職だけじゃ食いぶち稼げんからって副職やってるみたいな感じやったらねえか、お前副業オッケーなんか、レジ食い。まあ明日の仕事に響かなくていいけどよ。いいわけあるかよ、高い水飲んでその分働かされてるだけだぞ。ああ、そう言われりゃそうか。なんならもう自分で買って作った方が安いな。不景気なことがさ、どんどん文章でわかるね。中のテープがもうカスカスになってて、画質がマジやべえんだけど。そうそう、3倍録画かっつうの。おまけに高確率でテープが絡まってやがる。なんで客がそんなもん直さなきゃなんねんだよ。マジでバカらしいよな。もうあのレンタルビデオ屋行くのやめるわ。つっても他に暇つぶしなんてねえしよ。新作ゲームでも待つか。そっちも最近いいタイトルないしな。あてもなく辺りを歩いているうちについに事務所の近くまで来てしまった。事務所は電気がついておらず誰もいないようだ。なんだ、まだ帰ってきてないのか。こんな時間までどこまで行ってるのやろ。結局帰ってきてしまった、うん、ちょっと未練がましすぎたかな。もう私には関係ないのなあ、今のやっぱり。ああ、間違いない、キリクだ。見た顔だと思ったから商店街からつけてきて正解だったぜ。おい、また動くみたいだ、ほうぞ。ああ、見つかるなよ。なんかまだターゲットにされとるやないか。おー、結局何だったんや、あの兵隊たちは。チャプター20、これはいびつだ。確かにもう参考が入ってきたあたりからいびつな感じの世界観になってきてしまってますからね、この業界画家。おはようございます、一ノ瀬さん。昨日はよく眠れましたか。まあ遅くなってここで寝泊まりするのは慣れてるけど、昨日のことが気になっちゃって、正直あんまりよく眠れなかったかな。ほんまに何 か裏でおかしなことが起きてるような感じだったもんね。私もですよ。何だったんですかね、あの人たち。おはよう、皆の衆。
皆さん起きてきましたね。なんか眠そう。ってことは同じなのかな。何の話してんだ。いえ、昨日のことが気になってよく眠れなかったって話です。そうね、はあ、確かに。何だったんだあいつら。拙者の方を見られても困る。まあみんな揃ってるな。じゃあ朝礼にちょうどいいし始めるか。朝礼っつってのまあ話すことって言ったら昨日のあいつらのことになるんだけどな。やっぱそうなるよね。あれが同業他社みたいに清掃の邪魔をしてくるならこっちも対策を考えないといけないからな。対策って、昨日は不意打ちみたいだったからなんとかなりましたけど、銃を持ってるんですよ。ほほこのゲームで銃持ってる人出てくるなんて思わなかったんやけどさ。結構アナログなものばっか置いてあるこのゲーム。拙者はそういう緊張感を求めていたが、実際相手にするのは危険すぎる。そりゃ同じ修行が足らんぞ。石川小屋も見てみろ。拳銃で撃たれてもさ、カン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 って完全に剣でぶった切って守るけんな。見かけたら退散が最善策だと思うが。お侍様のおっしゃる通りです。そうだよね。私だってさすがに鉄砲を持ってるのは怖いし。そりゃそうだよ。俺ら一般市民なんやけん、会社員なんやけん本来は。そりゃそうだわ。銃突きつけられたら普通両手上げてさ、幸福が基本ない。あの銃で撃たれた場合、高い確率でムクロになります。ムクロって言葉こんなところで出てくるとは思いませんよ。そりゃそうでしょうよ。まあそう結論を急ぐな。まずはあいつらが何者かってところだからだ。あの連中のことは今まで聞いたこともないし、所属も全然わからん。本当に何だったんだ。私の方を見られましてもわかんないですよ。裏で何か隠れてこそこそ任務を遂行するような部隊がありそうやん。もうほんまにバイオハザードの世界観やね。だよな。メズはどうだ。何かデータとかないのか。いいえ、陶器の内部データには該当するものがありません。そうか、参ったな。蝶の一ノ瀬を知らないとなると手がかりがまるでない。ならば我の出番だな。お前なんか知ってんの。まあここの連中が知らんのも無理はなかろう。なかなかに徹底されているようだ。何が。なんだいきなり、なんか知ってる風なセリフだな、ちびっこ。我は地獄講師、地獄のことなら何でも知っておる。え、何を言い合ってやろう。だったら昨日連中は何だったのか言ってみろ。何でも知っている。でさ、何でも知ってるのって言ったらうっそーとか言うさ、なぞなぞ博士的な感じじゃないだろうな。大丈夫か。うむ、たやすい。あいつらは現世の特殊部隊、つまり兵隊だな。なな、それは見たらわかる気がするんやけど、現世のって何。アホらしい、聞いて損したわ。嘘も休み休み。待て、今何つった。現世の兵隊だと。え、どういうこと。言った通りの意味だ。やっぱりなんか現世で見たことあると思ってたんですよ。てか現世の人間こっち来とんじゃ。そういうことになるんじゃ。なんで現世で一般市民だったお前が兵隊なんて見たことあるんだよ。だって現世じゃ災害救助なんかもしてて、そういうのをテレビのニュースでやってましたもん。そうよね、自衛隊。そういうのはさ、割うん、まああんまりそもそもそういう事例が発生せえへんけん見る機会は少ないけどな。どっちかって言ったらまあドラマとかそっちの方が多いのか、ノフィクション作品の方が。うむ、そういう活動も確かにしておるな。テレビのニュース。じゃあ本当に現世の。じゃああいつらが現世の連中だとして、なんで地獄団蔵に来てるんだよ。てか現世と地獄のつながりっていうかさ、このゲーム全然なんていうか説明がないんやけどな。トモリは現世で死んだからこっちに地獄に落ちてきたっていう感じになるんですけど、え、なんだ現世の地獄って行き来できるようなトンネルみたいなのあるん。あいつらも落とされたってことなのか。そうではない。我らが地獄と現世の境界に近づきすぎたから排除しにかかってきたんだろう。え、地獄と現世の境界に近づきすぎた。あ、え、ってことはなんだ、
片足沼のあの立ち入り禁止区域ってその境界の話だった？地獄の現世の境界？は？何言ってんだちびっこ。そんな地獄と現世が地続きみたいな言い方。そうだぞ。冗談は過去だけにしろよな。あ、でもさ、いいね。このゲームの世界観っていうのがようやくちゃんと語られた気がするんやけど。その話、もう少し詳しく聞かせてください。うん、トモリは亡者だし、ここに来て浅いから受け入れが早いようだな。全部受け入れたわけじゃないですけど、なんというか疑問に思ってたことがつながりそうな、そんな感じが。で、まだ教会ってのについて聞いてないぞ。何なんだ一体。教会というのはそのままの意味だ。つまり貴様らが地獄と認識している世界なんぞ存在していないということだ。え、なんか根本的にこのゲームの世界観がひっくり返るぞ。それなんだと。地獄が存在していない。え、じゃあここは一体何なわけ。ここは貴様らが言う現世の山の奥深くに作られ、外界から完全に隔離されたただの町に過ぎ。え、マジで言ってんのそれ。それってじゃあここは現世ってこと。わあ、なんかすごいひっくり返してきたで世界観。マジで地獄なんてそもそも存在しなかったってこと。マジで言ってるそれ。それはちょっといきなりどんでん返しすぎません。そう言っている。じゃあその長のお偉いさんの中では、そのことをさ公に隠しとって、だからここを地獄だぞと言い張ってる感じなんじゃな。そんなバカな。じゃあつまりその死んだ人が落とされるってそういう話は。そんなファンタジーな話あるわけなかろう。ここが現世とは全く違う、どこか別の世界のように思い込まされていただけだ。マジかよ。一番ファンタジーみたいな格好してるやつが。確かにそうだな。ああ、にわかには信じられないね。ま、受け入れられんのもわかる。最初に言ったように、ここでは長年そういう設定をきっちりと守ってきたようだしな。私たちの世界が設定。やばいな、これまで思っとっとった常識がそんなことはなかったっていう根本的に崩れ去る瞬間。それならもしかして私やっぱり生きて。ここは現世なんだからそうに決まってる。マジか。でもこっちに慣れてきたせいかすぐには信じられない自分。私もさすがに信じられないかな。バカバカしい。つうかなんでわざわざそんなことする必要があんのよ。あの兵隊だって超の極秘部隊とかだろ多分。そう思いたければ思っていればいい。だが我は誓って嘘など言ってないぞ。孔子殿がこんな冗談を言う必要もないし、そう思うと少し真実味も出てくるか。何かが理由でこの町だけ他のところ町とは隔離されとるってことなんじゃ。陶器には判別できません。情報や証拠などが不足しております。ただ孔子様の話を照らし合わせるといろいろと説明がつく事項も確かにあります。例えば何。私は孔子ちゃんを信じたいかな。八代さんはどうですか。え、じゃあちょっとあれか、亡者ってさこの町の外から来てしまった人を捕まえて、それをと捕まえて隔離することでこの町の真実にたどり着けなくするみたいな、そういう意味で苦笑っていうのがあるんかな。そういう世界観だから、もしかしてそれ。ふん、俺は全然信じちゃいねえよ。一番怪しげで信用度も低そうなやつの話だしな。何とでも言うといい。信じられないという気持ちもわかるしな。実際万が一、いや超が一そうだったとしても、ここはそういう暮らしを何十年もしてきてくれるんだ。
現世から亡者が落ちてきて、それを苦笑に据えていく。そうやって地獄は回ってるんだ。そこは何も変わらないだろう。せいぜいここの土地が想像と違ったってだけだ。そういう簡単な問題ではないと思うんですが。じゃあどうするってんだ。そのための仕事が、俺たちはここで生活していかなきゃならない。そのための仕事がここにある。じゃあ変わらず働くだけだ。そうだろ。まあそうかもしれないね。それを知ったところで私たちじゃどうしようもないし。そういうこと。はいはい、この話終わり終わり。おい、八代さん、どこ行くんですか？気分転換だ。午前の業務は自由。もう勝手なんですから。ここで生活しなきゃならないか。なるほど、確かにそうかもしれんな。マジか。すべての根本が覆ったぞ。そんなことあるんじゃ、このゲーム。今なんかドローだった。今待って、飛ばしてもらったけどさ、結構レアケース見てしまったんやけど。ドローだったぞ今。金額両方とも一緒だったけど、今どうなった？てかやばいんやけど、亡者がすごい枯渇しとってさ。これに勝てる亡者がちょっと今手元になさそうなんやけど。A プラス、オール A プラスに対抗するやつがないんやけど。やば、負け確かもしれん。やばい、亡者の補充とか全然してなかった。あ、会話イベントあった。正気を逸しているという他にない。あ、ユニーク亡者ってここで会話イベント見えたんじゃ、知らんかった。ずっとほったらかしにしとったな。というと、あの考えるだにおぞましい地獄の攻めく、なんと神はドSであろうか。まあそのここは地獄だっていう、まず固定概念がね覆ってしまったんですけどね。今回地獄の中ではだいぶ楽な方なんだが。しかし妙な話でもある。何でしょう、何が？この地獄のありようがだよ。俗人的なシステムすぎる。宗教、ここでは地獄思想とは様々な思想や哲学を吸収して変遷していくものだ。やめて、難しい話やめて。ここに見られる地獄思想、つまり悪いことをした人に罰を与えられるというのは、宣教師が宗具を下ろして回収させる時の世界観だよ。うん、資本主義の香りがする。純粋じゃない。とりあえずホイジュースおいだ。え、ありがとう。それで資本主義とかどうかかってんのは、だって考えてみたまえ。私を罪人だと仮定して何兆年と責め苦を与えて反省させて、一体それが何の証明になるのかね。おう、善と悪の境は誰が決めている？神様か。にしては神の気配がないね。ここには信仰心がない。君にしろ極卒にしろ、哲学はあるのか？信念は？ないね。そんなものは仕事でやってますからね。金が燃えるだけない。信仰とは熱意だ。それ以外にはない。純粋で美しい覚悟だよ。見たまえこの街並みを。さびれた商店街、どこにでもある小規模経営の悲しき結末だ。神とは宇宙最強の全知全能の怪物だよ。資本主義などという雑魚、扱うものかよ。証明が必要なのは信仰だからだ。資本主義が必要とするのは利益だ。だとしたらこの地獄の攻めくは一体何の利益になってるというか。ちょ待って、なんで今回今進めてるストーリーとさマッチするような、リンクするようなことをタイミングよく言ってくれるんだい。そう言われてみたら地獄って何なんだっていうか、そもそもここ地獄じゃないよみたいな、みたいな、今進めてるストーリーとすごい密接に関わってくるようなことを言い出した。あんたの子供には熱があるが、しょうどがないな。エビデ
なんぞなくて結構。そんなものは理系の餌にでも混ぜておけ。そもそも地獄が地獄じゃないよっていうさ、そういうエビデンス出てきてしまったけんな。もっとも根本の科学は机上の空論でしかない。プラトンのイデア論と全く同じようにね。とはいえ抽象的な議論ばかりしていても仕方がない。実践的な知識を探求しないとなんだけど、確か八代さんは人を地獄送りした対価でお金を得ると言ってたかね。そうね。ああ、あんたの言う通り資本主義的にね。貨幣システムか。それも人間的すぎるね。ここはもしかしたらそういうものを中心に動いてるんじゃ。ちなみに地獄の処理によって額は変わってくる。そうなんだ、興味深い。あんたは他にも興味ありそうならいろいろ言ってみるか。いやそれは別にそういうのはなんというか。エッチなとこ行ってみる。百聞は一見に何度かって言うし。会議論者にその慣用句は NG。 己の目も疑わないとね。ビリバーとは違う。どうでもいいから行こうか。この人さ、頭良さそうなことを言いながらさ、このおもだえの時はすごい可愛らしいのよね。そのギャップが俺は好きです。というわけでそのギャップを見せに行きましょう、皆さんに。いやー、勝ち目が少ないかもしれんけどさ、 AS プラス C でさ、どうにか勝てんかな。鳥属性がさ一致しちゃうけん、そこでバフかかって、それで総合的にどうにか勝ちましたみたいな展開にならんかな。これ C がすごい足引っ張っとよな。あのこれどうにかならんもんかな。あれ勝ったんじゃん。勝ったー。やったーやったーよっしゃ、やってみるもんですわ。あぶなー。俺の迷彩杯行きました。よっしゃやったぜ。今日はどこで何してようか。特に行くとこもないし。やば、あいつらだ。よーし、今日はガッツリ行くぞ。同業達者がなんだ、帰り討ちにしてやる。もう夜勤になっとんねえか。もう勝っちゃってもええわみたいな。おいらが奪う側なんだよみたいな。今日はなんだかやる気に満ちてますね。ほんとこの前の慌てぶりったらなかったのに。いろいろ気にしたって仕方ねえしな。参考のこともあるし仕事に行くしかねえんだわ。でないとこのままではどん詰まりだ。確かにね。あの特殊部隊とやらもこちらを探しているということではなさそうだしな。そうね、なんか近づいた人間を追い払うぐらいの感じだったもんね。そうだな、お尋ね者にでもされて追いかけられんのかと思ってたぜ。最近事務所周辺を警戒していましたが、そのようなことはなさそうです。まあ現世の特殊部隊が堂々と中心地まで入ってくるわけないしな。そりゃそうか。まだ言ってんのかちびっこ。その話はもう終わり終わり、仕事に切り替えなさい。仕事仕事って、社長みたいな物言いしやがって。社長です。いつも社長で言ってるだろ。お前の脳はスカスカのスポンジが何かか。頑固働いて苦笑送りの質を上げなきゃならんし、頑張ってくれよ。ま、暴れられるなら文句はねえや。うむ、右に同じ。やっぱり武闘派だ。行ったかな。なんか反射的に隠れちゃった。なんか罰が悪いというか、なんかまだ帰ってこんのかな。まあいいや、私にはもう関係ないことだし。ああ、なんだ。何、あんたたちこう来たか。おい、お前がキリクだな。ガン首揃えて何かよ。お前がキリクかって聞いてんだ。キリクだったって言うべきかな。なんならまたキリクに戻ってもいいけど。はっ、訳のわからんことほざきやがって。こんなひょろがきに俺の同僚は。くそ、おい、あんま侮るんじゃねえぞ。うちの若い衆もこいつ一人にやられちまったんだ。
俺たちのこと忘れたとは言わせねえ。もうヤクザには囲まれとるみたいになったもんね、これ。なるほど。キリクのお礼参りってわけ。うちの同僚はまだ病院から出てきてないのに、なんでお前は何事もなかったように地獄にいるんだよ。そう、なんか従業員ってことにされて。ふざけんなって言ってんだ。まあ、あんたたちの言い分もわかるよ。文句があるなら好きにすれば。最初からそう言えよ。もちろん好き勝手やらせてもらうぜ。地獄送りの方が良かったって思うくらいの目に合わせてやれや。好きにしていいとは言ったけど、私もおとなしくしているつもりはないけどね。え、だから何だったんだろう。それで何だったんだろう今。わあ、またダメ元ゆぬ姉さんの、ダメ元ゆぬ姉さんの時間がやってまいりましたな感じなんやけど、いけるかなこれ。 A プラス A、 A プラスに対して A、 S プラス B というね、 S プラスが目に止まるだろうけどさ、それ以外がどうなんかなみたいな感じになってますけどね。これどうなんでしょう。これでもこれしかない。手持ちの亡者で勝てそうなのはこの辺しかない。あれなんだ、あれなんかまだ亡者送り込んだ。あ、そっか、会社目標が亡者送り込みやけストーリーすんなんか。ただしかし最近は何事もうまく回ってねえな。そこにいるのはやつしろ。あ、ジャズさん。え、うわ、ジャズさん、ちょっと罰が悪い人に当てしまったねえかお前。もう敵対したってみたいな感じになってますからねこれ。うわ、なんてあんまりじゃないか。それにそんなに身構えなくてもいいよ。え、いえ、そのこれは。いいからそんなに構えないの。何もここでいきなり殴り合いなんてするわけない。そりゃそうだわ。それヤクザのやり方やけんなお前。それに知っての通り僕は肉体労働が苦手で ね割とちょっと片方は広めで、殴り合えば強そうなところあるような見た目してますけどね。そうですね、失礼しました。それにしてもちょっと久しぶりだね。最近は現場でも会わなくなっちゃったし、僕もしかして避けられてるのかな。はたまたちょっとビビっちゃってる感じ。何その言い方。そんなことは決して。いいのいいの、会わない方がお互いにとってはいいことだろうしね。どうしたの八代くん。いえ、ちゃんとやるときはやりますよ。次に現場で会ったときは覚悟しておいてください。むしろ覚悟しておけくらいの気持ちっすよ。それは怖いな。あ、それともう一つ。なんだい。この前うちの従業員を参考にしてゴミを利用し始めたって言ってましたけど、あいつはトモリはそんなんじゃないんで、歴史としてうちの従業員です。なるほど、仲間を大切に思ってるってことか。素晴らしいね。そこのところは考えを改めさせてもらうよ。じゃあね、八代くん、こっちも次に会ったときは本気だ。うっ、はい、受けて出します。ジャズさんとの関係はそんなに悪い感じじゃなかったな。会社目標自由ってなんだろお前。もう丸投げにしとる感じになっとるね、こっちプレイヤーに。お前